にちは、なつけです。ということで、今回はですね、今日はちょうど休日なんですよ。会社の休日なんですけど、まあ休日の日は美味しいものを食べたいと思いますね。平日っていうのはちょっと時間もないですし、平日って1週間のうちでたくさんあるじゃないですか。たくさんある平日の時は、まあ、節制して、まあ、休日はちょっと美味しいものを食べようっていうのが僕のポリシーなんですよ。なので、まあ、今回は美味しいものをたくさん食べようと思います。で、今回準備したものはソーセージ、ハンバーグ、ハンバーグ。これをこれからちょっと調理して、絶対美味しいじゃないですか、ソーセージとハンバーグなんて。あのタンパク質がないお肉なんですよ、本当にいい意味で。今めっちゃ寒い。僕あの 1K だし、しかも築年数がもうめちゃくちゃ古いところに住んでるので、もう超寒いんですよね。家があっちはちょっと暖かいんですけど、キッチンが寒いところなんで、まあ、寒いところでバババババーとちょっと調理して、暖かい部屋に行って暖かいものクリッてちょっと食べていきたいなと思っております。はい、ということでね、まあ、ソーセージは油を引かないで弱火から中火で焼けばいいらしい。で、これは沸騰させたものに18分間煮込むらしいですね。18分も温めんだ。これ先にやった方がいいね。あ、寒い、めっちゃ寒い。あ、やべやべやべ、焼けるやん。多分これデミグラスなんですよね。で、ソーセージっていうのは何かつけた方が絶対美味しいと思うので、ケチャップがちょっとあっちにあるのと、今回ですねマスタードだったりとか、あとはなんかチェダーチーズも準備したんで食べていこうと思います。結構最近ちゃんとなんか美味しいものばっかり食べてるんで、平日を逆に節制するんですよ。そうするとまた美味しいもの食べたくなってしまうっていうのがあります。ということで、ハンバーグを入れていきまーす。あ、これ2個ちょっと溶ければ大丈夫そうな気もするな。18分、スタート。暖かい部屋でちょっと待ちましょう。いつの間にか水がすごい沸騰しちゃってなくなってきちゃってるんで、なんか保湿効果とか。ハンバーグはできたので、これからソーセージもちょっと焼いていきたいなと思います。じゃあソーセージを焼いていくで。ちょっと温まったぐらいがいいんだよね。油を引かないでっていうことは、つまりは油を引かないでやっちゃっていいってことだよね。こんなんかな。めっちゃいい匂いする。 Go! ウェイ。置いといた方がいいよね。焦げてる気がする。これ以上やってたら焦げた。切れ目が入ってるよ、これ。ほら、全部切れ目が入ってきたんで、だんだんいいかな、結構。まずはね、この煮込みハンバーグ持ってきました。この煮込みハンバーグを焼き皿に出していくよ。よいしょよいしょ。うわ、美味しそう。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。あっちゅ、これ並べてっちゃうよ。よいしょよいしょじゃあ、よいしょよいしょ。やだー、ちょっと待ってよ。うわ、これ待って、チーズを買ったんですよ、これ。チーズ、チェダーチーズ。おぉ、はぁ、待って、この開き方なに、マジで。うわ、めっちゃいい匂い。許す。よいしょ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 。はい、ということで準備できました。ちょっと手脂っこくなっちゃうから、やっぱりお箸で食べようと思います。じゃあこっからちょっと美味しそうな音を出していきたいと思うので、少し小声で喋っていきたいと思いまーす。イエー。はい、炭酸水を入れました。炭酸水はこのレモンのね、キリンレモンウィルキンソンなんですけど、これ飲みたいと思います。1週間頑張ったご褒美にいただきます。食べましょう食べましょう。うん、じゅわーってくるわ。これは美味しいわ、これは美味しい。もうマスタードとケチャップ一緒になっちゃってるよ。ハンバーグも食べましょう。おいしいおいしい。ちょっとこのチーズかけてみましょうか。ちょっと固まってんだよね。うわっうわっ、すっげえチーズダーンとチーズウインナー。
お店で売ってるやつだ。チーズオンハンバーグ。肉汁がすごい。僕ハンバーガーが大好きなんですよ。ハンバーガーってハンバーグとをパンで挟んでるから、まあハンバーグ。炭酸強い。ハンバーグ美味しいですねこれ。ハンバーグ、ウインナー、ソーセージ。ハンバーグ、ウインナー、ソーセージ。ハンバーグ、ウインナー、ソーセージ。ハンバーグ、なんか脂質がめっちゃ多いケーキとか団子大量とか言ってたから、なんか結構少なく感じますね。あ、でも炭酸があるからな。いや、そっか、炭酸ってたくさん食べれなくなるんだった。めっちゃ忘れてた。手前な、本当にハンバーグがもうこれラストだ。一緒にソーセージ。これが食の喜びですか。なんという罪悪感。ソーセージファースト、ハンバーグセカンド。だって結構夢中になって食べたらこれラストだ。もうめっちゃラストだ。よっしゃ、ラストソーセージ。すみませんがいただきます。ごちそうさまでした。これで半タイムを締めたいと思います。食材に感謝してごちそうさまでした。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。